ようこそいらっしゃいました。4月の5日にねボリューム1をやらせていただいて、その時にボリューム2やります、そんな遠くないうちにやりますっていうふうにお約束したんですが、まだ3ヶ月ちょっとですから結構早くお約束は果たせたかなと思ってますけれども、それにしてもね7月の31日末日この時期ね、あの学生の方はまだ試験中なんだけどって方がいらっしゃったりとか、お勤めの方はね月末一番忙しいんだけどっていう方もちょっとね多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあそんなお忙しい中ね本当すいません、ようこそお越しくださいました。本当に今日はどうもありがとうございます。それにしてもなんかもう T シャツにね着替えてくださってる方もいらっしゃるみたいですが、暑いですよね。今日も暑いですか？なんかね、今日私たちね結構早くからここにもう割と閉じこもっていたので外の天気の様子が分かんないんだけど、雨は降りませんでしたか？大丈夫でしたか？そうか、私もねどっちかっていうと暑い派か寒い派かって聞かれると寒い派なんですよ、やっぱり。あの冬と夏どっちが好きかって言われたらやっぱり冬だし、あ、なんか拍手もらっちゃった。なんかこう例えば自分が作る曲のね南国系か北国系かって言われたらなんかすでに結論が出ている、なんかご投票ありがとうございますって気分ですけど、まあ多分9割8分5輪ぐらいは北国系かなってやっぱ思うんですよね、自分でも。だからなんかねそのこの7月の31日にカジュレクライブっていうのは季節感的にはある意味非常に微妙な感じもあるかなとも思うんですが、まあその分ねあの外非常に暑いのであのちょっとこう梶浦局で涼んで帰っていただけたらと、普通ここで暑くなって帰ってくださいってお願いするんでしょうけど、どっちかっていうとその暑い曲よりは割とこう涼しいというか割と寒風が吹いてるようなね曲があのこのライブ中多いと思うんです。ですからそれでまあ暑くなるとともにねなんか心の底をちょっとこう涼しくしていいのかなそういうライブあの帰っていただけたらと思ってます。今宵は本当に夏の人よ、私たちと一緒に音楽を分け合って帰ってください。それでは早速曲の方に行きたいと。Bye.
3曲続けて3曲をお届けいたしましたが、今日ここにタイトル出てるの知ってました？つまり私はタイトル言わなくていいってことなんです。楽だないやね、あのタイトルもちろん言うのはもちろんやぶさかじゃないんですよ。だけどあの英語のタイトルが多いっていうかほとんどだし、なぜか日本人のくせにねカッコつけちゃって、ちょっと長かったりするとね、ここで言ってもなかなか覚えていただけないんじゃないかと思うと、こうやってねここにあのタイトルが出てるのでもね、割と短い間なので要注意です。曲が始まってこれ何の曲だろうと思ったらふっと見るとここのタイトルが出てて、多分しばらくするとこの歌姫図の映像とかね、バンドメンバーズの映像になるので、タイトルチェックの方はお早めに、私言いませんから。そんなところで今日、ここで歌を披露してくれている歌姫図を紹介いたしましょう。まず私に近い方から、若菜。若菜です。こんばんは、よろしくお願いします。あのこの歌姫図、4人の歌姫図 のやっぱり比較的高音担当で、メロディーをあの歌い上げていることが多い、声は割と女神のようなね、あの綺麗な声の持ち主です。まあ、せっかくおっちょこちょいだったりとかね、非常にネタの多い人であるんですが、あのそのネタと全然声がね、なんかこう関連性がないというかね、あの性格と声がすごくギャップがある若菜ちゃんですが、好きなものはサメだそうです。サメって聞いたらサメですって言って、あのスタジオの休憩時間にね、サメの話をすごい30分ぐらい、ジンベエザメがどうのとか、世界で一番大きいサメがどうのとか、すごい熱くみんなが休憩してる時に語ってくれて、みんなんか熱く、本人は熱くなってるんだけど、なんとなくみんなちょっと休憩したいかなと思いながら30分ぐらい熱いサメトークを聞いていた、そんなちょっとだけ空気読めない子でもあるんですけど、でもね、本当にあの歌うと女神で、あのとても綺麗なメロディーを先ほどから歌い上げて、ちょっといじりすぎ、ごめんね。大丈夫。そんな若菜です。今日は若菜の店をご堪能ください。そしてお隣が海田百合子。海田百合子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。海田さんには本当に私のサントトラックとかの曲をね、もう何曲も何曲も、もう本当に自分でも数えたことがないぐらいたくさんの曲を歌っていただいて、本当にお世話になってるんですが、なんとなくこうしてみると声もねすごくハイトーンで綺麗な透き通った声を出されるので、あのどんな繊細な方かと思うかもしれませんが、案外兄貴なんですよ、性格が。初めみんな姉子とか言ってたんですけど、それを通り越して最近あまり男らしいので、海田さん兄貴呼ばわりがなんか最近増えてきてですね、今日はですね、あの海田さんがですねここに来る時に間違えてどうやら隣のライブハウスに行っちゃったらしくて、おまけにそこでお弁当をデザートまで食べていただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ごちそうさまでした。そんな海田さんなんですが、あの本当に歌われる声は天使のような、やっぱり案外性格と声って似ないもんなんでしょうかね。そんなこと思ったりする昨今でも、これからも頼りにしてます。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。そしてけいこ。こんばんは、けいこです。よろしく。けいこちゃんもね、割とそのパッと見と出る声がまず違いますよね。なんかこうパッと見こうふっと喋った時に、あれ隣から声来たみたいな、こうちょっとしたギャップがちょっとけいこちゃんのこれは魅力かなと思うんですね。そうですか、ね、うん、ありがとうございます。一瞬こう見るとこんばんはけいこですみたいなか細い声で喋りそうに見えるんだけど、実は結構ハスキーで、カジュラ歌姫図の中でも割と低音から中音 あのすごく大事な要をね、あのやっぱり女性でこう低音をすごく綺麗にその無理やり出せば出るんだけど、すごく綺麗に響きのある声でね歌ってくれる歌い手さんはやっぱりめったにいないので、あの恵子ちゃんのそのなんていうのかな、色っぽいんだよね、声がすごくハスキーなんだけど、
お、すごい拍手が。こっちよ。ありがとう。なんかこう色気があってすごい豊かな、あの恵子ちゃんの声でね、あのコーラスだったりメロディーだったりをいつも支えてもらってる、そんな、まあ、みんなそうなんだけど、カジューラバンドにはなくてはならない歌姫さん。最近凝ってることは何って聞いたらちょっと意外だったの。テニスだそうです。はい、テニスです。意外ですか？なんかちょっと意外だよね。意外ですか？なんかさ、どっちかっていうとこう、ひさまの下ではーい、パーンとかやってるようにあんまり見えないみたいな。本当ですか？うん、いや別に夜に生きてるとか言いたいわけじゃないんだけどなんとなくちょっとね、意外性がありました、はい、テニスは。健康的に週4とかでやってます。週4とかすごい、はい、やるときは。それは素晴らしい。見かけたら声かけてくださいそんな、テニスに生きている恵子でした。はい、今日はよろしくお願いします。今日は恵子の美声を堪能してくださいそして、かおり。かおりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。かおりちゃんはね、本当にその、あのメロディーを歌うとすごく魅力的な声をしていて、で、すごくや、ね、なんかね、うまいって、プロの人うまいって褒めるのもなんなんだけど、うまいんだよね。その、いろんな曲を、ごめんなさい。いろんな曲をね、すごくね、勉強、音楽の勉強もすごく自分なりにしてる人で、いろんな曲をすごく自分にしてしまう、自分として歌うのがやっぱりとてもうまい人で、あの、すごいコーラスも実はうまくて、あのコーラスもすごくお願いしてるんだけど、コーラスを歌ってもすごくコーラスをメロディアスに歌ってくれるので、あの後ろに引っ込まないでメロディーの一部としてコーラスを奏でてくれる、そんな風にね、その音楽をいろんな意味で大事にしてくれてる歌い手さんだな。いつもお褒めいただきありがとうございますいや、あのやっぱり褒め殺しでしょ、ここ。怖いんですよね、こんだけ褒められちゃうとあの、かおりちゃんは最近20歳になりまして。はい、なりましたね。今日の打ち上げは朝までって言いましたね朝までですか？今日の打ち上げはどうやら、いや、さっき言ってたよ、自分で。今日は朝まで行きます頑張るぞだけど、最近凝ってることはワンピース集め、はい、かわいいね、女の子だ ね、 なんかねそこだけ聞くとね、ただ楽がしたいだけっていうさあ、そんな4人の歌姫です、今日はこの4人でまだまだたくさん歌ってもらいますが、次の曲はですね、今野さんのバイオリンも一緒にご堪能いただきたい、そんな曲です。お聴きください。
to
さて本日のゲスト伊藤恵里さんです。皆さんこんばんは。ありがとうございます。伊藤さんにはね、はい、今歌っていただいた曲は翼クロニクルっていう、はいはい、作品からの曲なんですが、はい、この作品でまずね初めて一緒にお仕事させていただいて、はい、すごいたくさん歌っていただきましたよね。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私ね最初に曲をいただいて最初にレコーディングをしたのがこの曲だったんですね。でね、楽譜をいただいて音源をいただいた時に、なんて素敵なメロディーを書く方がいらっしゃるんだろうって。いや、なんで笑うんですか？そこ笑うとこですか？A 型なもんで褒められるとちょっとすごく照れちゃうんですけど、ちょっと弱いんですが、はい、お知り合いになったきっかけが、私の音楽プロデュースをやってくれてる人がね、伊藤さんの出てる舞台を偶然見に行って、ですごく興奮して帰ってきまして、カジちゃんもすごい綺麗で声が本当に美しい、すごい歌い手さんを見つけたって言って、すごく興奮して帰ってきて、それからねご紹介いただいて、はい、私もちょっと一聞き惚れしてしまいました。今日褒め合い合戦ですかね。ね、もうね、いつもお会いしてもね、ほんと素敵な方で、気さくでそのまんまなんですよ。それでね、何がいい、まあ、褒めついでなんですけど、はい、何がいいかってね、いつ会っても疲れてらっしゃるんです。ね、やっぱり芸術家は疲れてらっしゃるんですよ、いつも。恐縮です。もういつもなんかね、疲れた顔、大体スタジオ行くときは結構疲れた顔で行ってますので、お恥ずかしゅうございます。それが素敵なんです。それがご縁で伊藤さんのアルバムにも曲を書かせていただいたりして、去年発売しましたアルバムに、はい、もうどうしても一曲曲を書いていただきたいと思いまして、お忙しいの重々承知の上で、お願いしたら快く引き受けてくださいまして、とっても素敵な、またこれが素敵な曲を書いてくださったんです。エリさんというお名前でアルバムの方は出されてるんですよね。はいはい、ひらがなでエリ、伊藤エリってね、伊に東に恵む里なんですけど、大体漢字間違えられるんです。それでじゃあもう間違えられないように、ひらがなにしちゃえみたいな。ひらがなにしようかな。そうで、エリにしたんですけど、はい、詩がね、小倉圭さんなんですよ。なのでもうアルバムがね、はい、小倉圭さんがもうフルアルバムでプロデュースされてて、そうなんです。でほとんど小倉さんの作品なんですけれども、はい、1曲だけ本当異色のコンビで、梶浦由紀曲、小倉圭詩、そうなんですよね。ちょっとラビングユーという曲、あまりない経験をさせていただいて、はいはい、ラビングユー、ラビングユーというアルバムは、ロンリーウィズユー、ロンリーウィズユー、ちょっと分かりにくいですね。あなたといてさえ孤独っていうタイトルなんです。はい、本当に素敵なメロディーにあふれたアルバムなので、皆さんもぜひぜひぜひ。今日もね、まだもちろん伊藤さんには歌っていただきまして、次は梶浦子ですね。そうですね。ということはつまり歌姫図の出番でもあります。はい、どうぞ。歌姫図と、伊藤さん5名で。伊藤さんに歌っていただいたのは翼クロニクルという作品が初めてだったんですが、それだけではありませんで、他の作品でもいろいろ素敵な歌を披露していただいてます。ちょっと他の作品からもね、この曲を聴いてみてください。ゴッセブ。
さんにご登場いただき歌っていただいたところで今日は、他にもメンバーいますよ。バンドメンバーズをご紹介しましょう。いつも私のライブで言うことなんですが、バンドメンバーズ、バックバンドではなくてフロントバンドメンバーズです。そんな目立ちたがりなお年頃のフロントバンドメンバーズをご紹介していきましょう。オンベースジュニア、どうもね、最近タヒチに行ってきて、なんかものすごく開放的になって帰ってきたらしいですよ、どうも。なんかタヒチアンバンジョーに目覚めちゃって、あのタヒチと別れたくなくて泣いたってなんか言ってましたね。そのうちタヒチに行っちゃうかもしれません、ジュニア。寂しいですけど、でもあのなんか心の中はタヒチらしいですけど、割と外見はイタリアンで ね結構ヨーロッパな、そんなジュニアです。今日は、エロいベースをたっぷり聴かせてくれます。ジュニア、オンドラン佐藤恭一。なんか今日佐藤さん、あのなんとなくこうちょっとね、あの少しフォーマルっぽい格好でってお願いしたら、なんか王子様なんですよ。なんかちょっとベストが王子様っぽいんですよね。今日様、みんな今日様って呼んでます。佐藤さんのドラムはですね、すごくね、ドラムっていうドラムなんですよ。すごいシンプルな説明ですいません。でもすごくなんか音の一つ一つがね、俺はドラムだって言ってるようなタイトなね、一つ一つすごく粒が立ってるかっちょいグルーヴのドラムで大好きなんですけど、実はすごく昔からお付き合い古くて、昔私がデビューしたシーソーっていうバンドがあるんですけど、そのほぼデビューライブとかデビュー前からもあのお手伝いいただいてたりとかね、すごく昔からお互いに知っていて、でもなんか未だにお互いにいろんなところで音楽を続けてられるのがすごく嬉しいなと思ったり、まあ、その頃から大好きなドラマーなんですが、九州男児です。すごくねテンポ感の面白い方で、佐藤さんって例えばそのスタジオでね、みんなでこう何気なく話をしてるじゃないですか。でなんていうか、ほらそういう時の会話ってなんかこうふわっと滑って次の会話に移ってふわっと滑ってって、こういうねなんかこうタッチ&ゴーみたいなね、そんな会話の流れじゃないですか。でそれを教授さんはさっきタッチした会話5分ぐらいずっと真面目に考えてるんですよ。で私たちがこうタッチ&ゴーを3回ぐらい繰り返したぐらい後に、さっきのあれ僕はこう思うんだよね、えそれ何みたいな、そういう風にねすごくちゃんとあのタッチ、こういうふわっとした生き方じゃなくてドン、九州男児ですから地に足をつけた生き方をしている、まさに性格もドラマをやるために生まれてきたんじゃないか、そういうドラマ佐藤恭一です。そしてオンギター、これが光一。まあともかく本当に見事な、あの何でしょうね、いつお仕事を一緒にさせていただいてもね、やっぱりコロナ禍さんのギターかっちょいいなと思ってるから、こちら側の期待値があるじゃないですか。その期待値をいつも確実に上回ってくる、すごい、あ笑うとこすごい褒めてるんだけど、あのすごいあの素晴らしいプレイヤーさんなんですが、そんな素晴らしいプレイヤーさんの実は結構シャイで、ほら照れてる。あのね、この間ライブをやった時に、あのコロナ禍さんがねガーってギターソロを弾く場面があったんですよ。そしたらそこでうちらの歌姫がね、これなんかこういちギターってやったんですよ。そしたらこの間リハで、あれやらないでくれる？俺恥ずかしいんだ。さあ今日はどうなるのかな。今日は後でどうなるのかな。知りがない私。まああの本当にソロを弾かせても何を弾かせてもしびれるギタープレイをしてくれるギタリストです。これなんかこういち。そしてオンバイオリン、今野ひとし。今野さんのバイオリンもなんかね、こう自己主張があって、まあ早い話エロいところが私は結構好きなんですけど、なんかね、あの今回のリハの途中で今日1曲目にやったザ・ワールドっていう曲があるんですが、そのバイオリンをね、恵子ちゃんが今野さんにすごい一生懸命習ってたんですよ。で、3音ぐらいまで弾けるようになりました。
予定としては あと3年ぐらいしたらあのザ・ワールドをオンバイオリン稽古そして3年後でいいからでオンバイオリン稽古で歌姫ズにひとしが加わってザ・ワールドをお届けするよまたさ、今野さんがさそのけいこちゃんが弾けない真似をするのがすごい上手いすごいそっくりやん、それがでもすごくその、あ、やってみますけいこちゃんの真似けいこちゃんでねお届けするザワールドは多分このテンポ感だと1曲30分ぐらいのザワールドとして、お届けしたいと思いますが、まあ、そんな茶目っ気もある、エロいバイオリンプレイヤー今野仁ですそして皆さんのところはちょっと見えないんですが、オンマニピュレーターあ、いた。オンマニピュレーター大平さん大平よしお、いつもお世話になってます陰でサウンドを支えてくれてますイエイ、この間あの豪雨が、2、3日前に豪雨が降った時にねマック抱えてあの靴下から下着まで全部びしょ濡れになったけどマックは無事だったというある意味奇跡を呼ぶ男大平よしおです、さて本日も結構もう時間がねなんか今日はあの正直長いなと思ってたんですけどあの案外あっという間ですねまだ終わりませんよもうちょっとありますからね次の曲をでは、このフロントバンドメンバーズとそしてゴールデン歌姫ズでお届けしていきたいと思いますでは次はこの曲ですカンタベルメThank you.
寂しくなっちゃいますが、でも本当に今日暑い中ここに集まっていただいて皆さんありがとうございました。また絶対次もやります。またぜひ来てくださいね。本当にありがとうございます。Thank you.
コールありがとうございます、ちょっとみんなで着てみましたちょっとお揃いの人も今誰々とお揃いとか思ってるよね、みんなね。あ、俺誰々とお揃いだった、あ、私誰々とお揃いだったってきっとみんな今思ってくれてると思う。あの物販っていうのをね初めて作ったんですよ、そのグッズみたいなの。それがなんかすごく嬉しくて、あのカジュラユキライブにグッズができたって大はしゃぎをしていた、これがその T シャツですだってなんかね、グッズとかあるとライブっぽくてなんか嬉しいじゃないですかね。なんとなく今までスタッフ T シャツとかもなくて、あの今回はスタッフがちゃんとみんなこれを着てくれててね、すごくなんか本当のライブになったって気がしたそんな、すみません、この次はもうちょっと作っておきますので、はい、今回はね、あの前回よりちょっとあの時間も長くしまして、ちょっとスタンディングで皆さん多分会場の時からね待っていらした方とか大変だったと思いますが、楽しんでいただけましたか？なんか本当にね、その温かいご声援を、なんだろう、そのリップサービスとかじゃなくて本当に温かいご声援をいただいて、本当に嬉しいライブでした。なんかね、本当にちょっと長くしすぎちゃったかなって正直思ってたんですよ。スタンディングなのにみんな辛いかなと思ってたんだけど、自分、あ、本当？じゃあ次は4時間超えしてもいい？なんかね、本当初めて見たらこっちやってる方、こっちの方がなんかあっという間で、ちょっとまだやり足りないなぐらいの気持ちでいるんですけど、そんな中にも最後の曲というか、アンコールの曲が迫ってきていますが、この曲はですね、まあ、先ほどの曲でも割と合唱でね、いろいろ参加してくださった方もいらっしゃったんですが、カジュアル曲の中では、参加難易度が一番低い曲で、やっぱり今日はね、あのこのアンコールを要として締めたいと思うんですけれども、ラララでね、メロディーが歌えるような仕様になっていますでやっぱりほら、こうアンコール あのこういう山場ってさ、歌っとかないと後悔すると思う、後からね。あの時ちょっと私恥ずかしくて歌えなかったけど、なんか思いっきり歌っとけばよかったなって思うと思うんだ、歌わなかったら。というわけで、この曲は、皆様の参加をお待ちしていますという曲で、みんなで一緒に歌おうぜという曲です。夢の翼。あの頃の幼い
ボーカル伊藤アリー。